交番大学はアメリカ合衆国オレゴン州セーラムにあるバプテスト派系の大学。創設は1935年に遡り、当初の名称はウェスタンバプテストバイブルカレッジであった。もともとアリゾナ州で創設された機関であり、オレゴン州のセーラム近郊に移転したのは1969年のことである。2005年に大学の名称を交番カレッジに変更後、 2010年には、交番大学に改称した。現在は925人の学生数を持つ学校で、学部生を対象に、聖書学教育とリベラルアーツ教育を提供している。ほか、大学院課程として経営学、教育学、カウンセリングの専攻を提供している。カウンシルフォークリスチャン・コリッチス・アンド・ナバーシティスの加盟校であり、運動競技においては、 ナショナルアソシエーション・オブ・インター・カレージ・アスレチックスの構成グループであるカスケード・コリージェット・コンファレンスの加盟校である。1935年にアリゾナ州フェニックスで聖書学校として創建された。1946年にカリフォルニア州に移転し、校名をウェスタン・バプテスト・バイブル・カレッジと定め、ゼネラル・アソシエーション・オブ・レギュラー・バプティスト・チャーチズの加盟校となる。 カリフォルニア州では当初オークランドにキャンパスを構えたが、後にエルサリートに移転した1969年、オレゴン州に再び移転し、現在まで続くキャンパス所在地となった。1973年には公明をウェスタンバープテストカレッジに簡略化した。1970年代になると、聖職者になるための教育のほかに、リベラルアーツ教育を開始した。 1999年、レノホーフがデビッド・ミラーの後継者として学長に就任した。2001年、デスバートシクがフルブライト奨学金を授与されたが、これがこの大学で最初の同奨学金授与者となった。交番カレッジは同年に210万ベイドルの寄付金を受け取り、新しく建設した舞台芸術センターや教会の費用に充当した。この寄付金は、 同校がそれまでに受け取った寄付金としては最高額のものとなった。2004年の US News World Report によるランキングで交番カレッジはコンプリヘンシブカレッジ部門においてアメリカ合衆国西部で第8位の評価を受け、翌年には第9位の評価を受けた。大学名がウェスタンバプテストカレッジから交番カレッジに、 変更されたのは2005年5月7日のことである。ここで用いられた交番とは、ヘブライ語で神への捧げ物を意味する。2005年後期には、学生寮のデイビッドソンホールが開館した。交番カレッジはこの時点で過去最多の入学者数を迎えている。2006年には、US ニュースワールドレポートで、第8位の評価を受けたことで、交番カレッジは5年連続で10欠入りを果たした。 ことになった。交番大学はバプテスト派の学校ではあるが、福音主義系の宗派からも多くのキリスト教徒の学生を受け入れている。学生はイエスキリストとの救済関係に関する信仰体験を証言することが要求されている。2007年夏、交番カレッジは教育学と経営学の大学院課程を有していることを反映するため、 公明を交番カレッジグラジュエットスクールに拡大した。2009年現在、助成金の総額は約300万ベイドルである。2010年5月1日、大学設立75周年を記念して、公明を交番大学に改称した。プルウィット・バン・ギルダー学生寮、交番大学は、モットーをデデケイティング・ハートマインドツーゴッドとし、 任務を2エデュケイトクリスチャンズフーウイルメイク A ディファレンスインザールドフォーやソクリストとしている。交番大学はリベラルアーツ大学と聖書大学を織り交ぜた珍しい教育形態をとっている。大学院生はどの学問を専攻していようとも聖書の講義を少なくとも24セメスター単位分受講することが要求されている。またすべての講義は 聖書の視点から行われるが、これは人生の全範囲にキリストを溶け込ませることを目的としている。交番大学は神学的に保守的であり、思想はバプテストの潮流を組んでいる。学生は最低50時間の地域奉仕を卒業前にすることが義務付けられている。交番大学はセーラム郊外の森林に覆われた丘陵にあり、そこに 約0.240平方キロメートルのキャンパスを所有している。この敷地はもともとオレゴンローア学校の敷地として用いられていたもので、後にはオレゴン州立結核病院の敷地として用いられている。現在キャンパス内にある大学の建物には、これらの時代から用いられていたものも一部含まれている。キャンパスには男性寮と女性寮が3棟ずつある。 量はどれを見ても男女はしっかりと分かれており、収容人数にも制限があるが、これは社会感覚を養うためであるとしている。1年生と2年生はキャンパス内で生活することが義務付けられている。またキャンパス内には紙片舞台芸術センターもある。この建物は2005年に開館し、370万ベイドルを要して建造された。図書館には、 フルウィット・アレン考古学博物館が収められており、ギリシャや中東地域から収集されたコレクションが展示されている。ジェファーススポーツセンター交番大学の運動チームはウォリアーズとして知られている。スクールからは濃ンと金色である。交番大学はナショナルアソシエーション・オブ・インター・カレージ・アスレチックスの加盟校として13チームが大学間競技に参加している。 内野の中でもカスケードコリージェットコンファレンスに所属し、野球、ソフトボール、バレーボール、バスケットボール、サッカー、ゴルフ、トラックフィールド、クロスカントリーに出場している。ありがとうございます。